はい、塩ゴリラを作っていきます。3時間。まず塩ですね。で、大きくします。さらに3時間以上置くときは冷凍して一晩置きます。今日は300ぐらい今6時から早く混ぜます。はい、します。そしてコショウ振ります。で、準備が終わりです。で、これを3時間以上包んで待機させます。はい、野菜の準備をしておきます。キャベツです。たっぷりです。300g。たっぷり。キャベツやっと安くなってきました。はい、山盛りです。300g。振りかけましたので、豚が3時間以上何もしていきますよ。はい、緊張して完成したはずです。あと10分煮ていきます。
はい、その間にこの肉は肉を取り出します。はい、塩分ができました。これに小麦粉をかけます。7個作りました。はい、OK。 丸めていくんですけども、このぐらいに崩れにくいように、はい、OK です。はい、ポテトスープを盛り付けます。スープをたっぷりかけます。はい、OK です。